ンポン。ちわっすこ、こんにちは。こんにちは。お、今日暑いなだけなんか。はい、お二人はまだ来てないです。おお、そうか、ゆかりがいないからゆっくりしたるか。あ、すまん、うちちょっと忘れ物したみたいや。教室行ってくる、すぐ戻るわ。あ、来ません、こういう時は。いいか、ついにちゃん、相手との距離を詰める時はまず相手との共通の話題を探るんや。共通の話題、まずはお前に趣味とかかな。あの、ご趣味は。あ、ゲームと漫画とアニメを少々。ゲームガンクリとかですか。あ、いい、どちらかというと鬼ごっこみたいなやつです。鬼ごっこ、面白そうですね。面白いです、でもちょっと怖いです。怖い。はい、追いつかれると刃物で切りつけられます。はぁ、それ危ないんじゃ。はい、2回切られると倒れます。はぁ、その後は生贄にされます。生贄、負けると死にます。死なー、泣いちゃった。こういう時は昇進の人を慰める方法はこうです。先生、こう相手に寄り添い、そっと一言、君のお顔に乾杯。これで1コロですよ、の方法。なるほど。もう最初は緊張すると思うので、これをつけてやれば勇気100倍です。ありがとうございます。君のお顔に乾杯。乾杯。よし、つかみは OK。 もっと仲良くなりたいな。そういう時は一緒に共同作業をするのがおすすめや。先輩、同じ経験を共有することで共通の話題が発生して自然と話せるようになっていくんや。なるほど、共同作業。あの、これ、一緒に切ります。切ります。あら、遅くなってしもたな。お前ら待たせたな。何しとんじゃお前ら。ピンポン。ぐー、疲れました。これにて完結です。実はネタレスしたら代行の話を持ちかけられたのが始まりでした。本当は話のネタなかったのですが、ご好意を無駄にするわけにはいかないので流行りのネタで挑んでみた所存です。以下ゆかりたちのみんなへのメッセージをどうぞ。みんな見てくれてありがとう。ちょっと腹黒なところも見えちゃったけど気にしないでね。いやーありがとう。私の可愛さは二十分に伝わったかな。見てくれたのは嬉しいけどちょっと恥ずかしいわね。見てくれてありがとうな。正直作中で言った私の気持ちは本当だよ。ありがとう。わさ、では皆さん、ありがとうございました。なんで俺くんが。改めまして、ありがとうございました。本当の本当に終わり。でこら、じゃねえよ。うちらは何を見せられたのかを説明しろや。クーツカをご存知でない。ご存知でないわ。誰が知っとるねん、そんな。元ネタは2012年11月11日に、2ちゃんに立てられた魔法少女マドカマギカの SS スレ。SS 自体もなかなかの作品だが、その作者の後書きが面白みがあるとしてネタにされた。あやも受ける。ですよね。ねえ。何、うちがおかしいの。あはは、そんなんは知らんのか、あかりは。この世の常識やで。こっちを見ろ。あ、じゃすげえな。よし、みんなでクーツカをやるぞ。おい、待て。何勝手に盛り上がってんだ、お前ふざけ。嫌なんで、うちがメインでやることになってんだ。そんな期待の眼差しを向けられるとやめづらい。頑張れ。お前は後でしばき倒す。やけくそや。ぐー、疲れました。これにて完結です。実はネタレスしたら代行の話を持ちかけられたのが始まりでした。本当は話のネタなかったのですが、ご好意を無駄にするわけにはいかないので流行りのネタで挑んでみた所存です。以下ゆかりたちのみんなへのメッセージをどうぞ。みんな見てくれてありがとう。ちょっと寝袋なところも見えちゃったけど気にしないでね。もう魚臭っ。いやー。ありがとう。私のカバー、かわいさ。落ち着くんや。見てくれたのは嬉しいけど、ちょっと恥ずかしいわね。隠れて喋るからうんこが喋ってるっぽくなってる。見てくれてありがとうな。正直、作中で言った私の気持ちは本当だよ。誰だよ。ありがとう。さっきからパサパサうるせえなと思ったらお前か。では、皆さんありがとうございました。ってなんで母さんが。なんで母さんが。これからも私たちの旅は続く。ピンポン。ジワス。すまん、急に来るからびっくりして頭突きしても歌。いいね。もう一回、キモ。で、今日は何や。あかりちゃんゾンビ好きだよね。嫌いだけど。そんな、ゾンビグッズ大量に買ってきたのに。買ってくんな、そんな。おいおい、動いてる。こいつ本物っぽいな。ははは。何言ってるんですか。本物とか、後ろ。近づいてきてるよ。噛まれるよ。うわぁ。歯がない。噛みねえのかよ。入れ歯忘れてる、入れ歯。あ、すまんね。よっしゃー。これで焼肉食うぜ。何つけや。うわぁ。ついなちゃん、焼肉ゾンビ万端です。違う、今それいらない。任せろよ。あかねちゃん、ゾンビ退治には十字架に入肉。多分なんか勘違いしてるっぽい。もうお姉ちゃんどいて。ゾンビはヘッドショットで一発が相場だよ。おお、断固でできた。そんなわけあるか、てめえふざけんな。うわぁ、そう、こうなったら逃げるしかない。ゾンビは足が遅いから走って助けを呼ぶ。うわぁ、運動神経無駄にいいな。うわぁ、任せろ。あなたは我このチャンネルの守護神。この動画の敵を打ち滅ぼすものなり。あ、マッチョフリー素材サイトでたくさん写真を撮ってるのでみんなよろしくね。 URL は動画の概要欄。うわぁ、無駄に語り長えから襲われてんじゃねえか。うわぁ、おお、ふっ、怪我はないかみんな。こんなマッチョの人、うちらの代わりにマッチョの人。マッチョの人、クソ、みんな名前わかんないから緊張感一切でね。ふっ、ようやく出番が来たと思ったらこんな役回りとは参ったぜ。おい、マッチョの人大丈夫か。どうやら俺はここまでだな。おい、あとは頼んだぜ。
みんな、ガク。マッチョの顔を断固できた。そんなわけねえだろ、てめえふざけんな。ピンポン。こんちは。え、また来た。なんや、今日はあんただけかいな。いつ悪いんですか？悪いっちゃ悪いな。うっ、あの、前から気になってたんですが。なんや、なんでお二人は仲悪いんですか？それはこいつが全部悪いんですよ。なんや、ほら、息ぴったり。こいつが悪いんや、その心は、こいつうちに黙って。一人でゲーム実況なんか始めたんや。ああ、そういえば最初の頃はそっちメインでしたよね。それはあなたが怖いの苦手って言うから気を使って誘わなかったんです。最初の頃はホラーゲームとか実況してましたもんね。はあ、怖いの苦手じゃありません。むしろ大好きです。たくなに勘違いして。恨めしや。うわこの人が悪いんです。どうしてですか？以前この部活に誘ったのに断られたんです。ああ、そういえばボイスロイド劇場第165話、ハイプで誘ってましたよね。君詳しすぎん。なのに最近はすごい顔出すようになってきて。何なんですか？先に仲間外れにしてのはそっちやろ。何を？やるか。恨めしや。つまり、先生は気を使ってお姉ちゃんをゲーム実況に誘わなかった。それに怒ったお姉ちゃんは先生の部活の誘いを断った。にもかかわらず最近部室にすごい来る。先生はそこに怒ってる。と、まあ、その通りや。まとめると、お姉ちゃんのアホなすびなんで今うちパトされた？はい。では仲直りしましょう。なんでこんな奴と仲直りせなあかんねん。じゃあ謝ります。かる。どうも、すみませんでした。絶対謝ってない。絶対謝ってない。謝りましたよね。そうですね。おい、妹。ほら、頭も謝ってください。ん？どうも、ごめんな。謝ってない。絶対謝ってない。絶対謝ってないですよね。心がこもってませんでしたね。おい妹、謝るよ。そっちが先に謝ってください。さっきからなんやこのお化け。この部室はちょこちょこ幽霊出るんです。そんなことも知らないんですか？そんなん知るかボケ。ボケとは何ですかこのアホ。なんかやるんですか。息ぴったり。